今日からお願いします。1年で今年か伸びてない。1年、2年、3年、4年、5年。調子はこれもでもさ、そこ単身弘前公園の今年の桜の開花予想を4月16日と予想いたしました。2月中旬はですね、大変高い気温で推移しまして、これで北の車の満作も平年3月12日の開花ですが、2月20日に開花しております。でその後私たちは翌日から弘前市独自の開花予想をしております。それで平年に比べるとかなり早い時期での開花予想の発表となりますが、満作が咲いて約2週間ほど経っておりますので、3月1日から本日から第1回開花予想ということで発表させていただきます。先日気象庁の方から発表されました1ヶ月予想では、ほぼ平年並みということなんですけども、平年並みか少し高くなる予想というのも出てまいりました。3月の後半にかけて平年並みか高いと予想されておりますので、そのところを加味して4月16日ということで発表させていただきます。つぼみの方はですね、弘前公園のソメイヨシノは1月の中旬にはもうと冬の眠りから覚めているという弘前大学の研究がありますが、冷たい気温、低い気温なので、避けない状況におります。これが丸葉満作の開花を受けてから、少しずつ気温の上昇に伴ってつぼみが成長していきます。見た感じではですね、まだ変化というのは見て確認できるものではございませんが、こちらの方は皆さんに見ていただいて分かるような状況で発表していきたいと思ってます。2月は非常に暑くてですね、本当に中旬の気温は3月の下旬並みの気温で推移して、どんな春になるのかということでちょっと心配もしましたが、ご覧の通り今は雪一面の景色です。まだまだ春は遠いんですけれども、確実に春に向かって動いているといったところも感じますので、そちらの方も皆さん弘前公園の桜祭りをぜひ楽しみにしていただければと思っています。昨年度から令和の剪定ということで高く伸びた枝をですね剪定して低い位置に花を多くするという作業に取り組んでかかっております。また合わせて弘前七桜ということで、ソメイヨシノに続いて咲く多様な桜の開花予想もしておりますので、そちらも合わせて楽しんでいただければと思っています。この中に花芽の